どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。それじゃあ、またね。キリト、攻略組のお歴歴は装備品の要求レベルも高くてよ、仕入れに苦労してるよ。この辺りのレアアイテムは単価も仮想とは大違いだからな。それで今日の用事は何だ？買い取りだったらお得意サバ価格で高く買うぜ。
ちなみにキリト、その特殊クエストの起動条件は？だよな。でもま、俺たちって情報でなんとなく分かったけどな。その商売人としてこれを逃す手はねえと思っているんだが、側近で払う持ち合わせがあるかどうか。おい、後払いでいいのかよ。ログハウス？家を一軒買っておけってるか？そうさね。そりゃこれはいいドロップ品だ。希少価値も高い。今なら買い取りたいって金持ちはいるだろうさ。だがそれでも家を買おうってんならまだ足りねえだろうね。まあいいさ、俺とおめえの仲だ。一つ貸しってことでなんとかうまいことやっておくよ。デザイン的に何か足りないって感じがする。こう、なんていうのかな、別の何かと対になってて一つのデザインとして成立するっていうか。
私の名は太陽のペンダント。ありがとう、私を見つけ出してくれて。うわあ、しかも喋った。その勇者たちにぜひ叶えてもらいたい願いがある。聞いてもらえるだろうか。私と月のペンダントを再び巡り合わせてはもらえないだろうか。彼女とせめてもう一度。消えちゃった。天才彫金師が自分の覚え人のために作ったペンダントでね。二人はそれぞれ太陽と月のペンダントを首にかけて互いの愛を誓い合ったの。そして仲睦まじく暮らしていたんだけど、そんな幸福も長くは続かなくって。禁忌を犯し神に嫌われた二人はついに引き裂かれてしまったってことらしいの。そう、そこはちゃんと話してくれなかったけど。神様の手によって天空の世界へとさらわれ、二人は決して会えなくなってしまったの。その時彼女の落とした月のペンダントが85層に落ちたんだって。もう死んでしまったけど、思いのこもったペンダントを引き合わせれば彼らの寂しさも和らぐだろうって。
といいかな。頑張ろうね。またね。